とかあったの？この間レジに誰も並ばんけん、鍵にしてくれた人？レジ対応。なるほど。あれ無視されてるやろ。レジに並んでるのに無視されてるやろ、私がね。あの時の証人ね。はいはい。無視。あの時後ろ向いてから聞く、あのね、女の子2人、3人が自分が。いや、だけど目が合ったとよ。気づいとったよ。目が合っとったのよ。で、さね、嘘ついてかよ。嘘ついちゃう。あのね。はい。で、あなたその、おとといの夜いた？おとといの夜よかったんですよね。で、事情は聞いた？はい、事情は聞いてます。あのね。はい、まず法的にもね、人権擁護員にまず言ったね。はい。弁護士に、専属の弁護士にも言ったよ。はい。で、当たり前やけど、順番がめちゃくちゃね。はい。私がね、不快に思った件、ちょっと店長質問いいって言ってたけね。で、結論バレバレやけどね、何ヶ月我慢しとったけどね。はい。まあ、しとったけど、それで、あの、店長の対応ももう悪かったけんね。はっきり言ってあの、いつもマグカップにしてくれるけど、店長だけはマグカップにしないので、ね、どうでもいいですけどね。はい。で、店長が一番対応が悪いわけではないけどね。はい。店長呼んでさと、対応にね。不快な対応があるけんね、質問だよ。はい。言った質問して、はい、質問した後にね。はい。今、初めて聞くのかな。はい。そしたら、少々お待ちくださいで10分くらい待たされてコーヒー頼むやろ。はい、座るやろ。で、お時間あるっていう意味ね。はい。はい、したら、で、外で話してください。営業妨害業務だよけど、まあ、とにかくね、アポイント取ってないけんいいよって言って外出るやろ。はい。ね、自分が、ね、店長時間あるなら、時間いくつあるって言ったら、ね、まあ、忙しいけん、後で取りますかと。後にね、後に責任者で時間取って話そうかって言ってね。はい。話してて、ね、どこでもいいしね、一人二人やったら警察呼ばれる可能性もあるしね、不審なクレーマーと思われたらね、他の客がね110番するかもしれんけん、先に警察呼ぶって言ったらね、すでに自分が呼んどるわって言われた。自分がすでに呼んだって言ったとよ。なんかそんな店あるで困ってね。はい、あなた夢タウン店でも出入り禁止になってるって存じ上げてるんですけどって言われたわけ。はい。そんな話は聞いてる？聞いてない？詳しく。まあ他の店舗からっていうの聞いてますね。はい。で聞いてるって言って、はい、夢タウン店で今確かめたわけね。はい。平山店長。はい。そんな事実は一切ない。なるほど。1年半前の11月から勤務してるけど、畑野さんはご存知やけど大変よくしてくれてて、どうまでは言わんけど、他の店員からなんでそんなことになったの、よくしていただいたお客さん、お土産、他の子がお土産渡したり温泉行ってきましたってお土産を私はくれる方、お返ししてた方、お返ししてたとこだけ見たら私がプレゼントして女の子にね、プレゼントを出したってなるかもしれないけど、もらったかわて。そういったところもあるけど。そうですね。そこの部分はちょっとわからないですけど。そうそう。で、夢タウンの保安官、うん、私に顔なじみ、うん、聞いた、過去、今まで夢タウンという他の店でもだろうけど、今までの店で過去何年も前に遡っても、私をね、不快に思ってね、保安官に連絡したことは一切されたっていう事実はないと。要するに前の原田店長、カレンちゃんね、うん、カレンちゃんは私のライブ来たいみたいな感じで言ったから、連絡先じゃない、私のねインスタを教えたら DM くれたぐらいだけど、私はそれ以降何一つ文字も打ったことないから ね、うん、ね、でハラスメント止まれても困るから全部証拠取ってるって私。例えば一昨日琴葉ちゃんが行った時に店長が代わりにレジするから、琴葉ちゃんが不快に思った、レナちゃんとか思ったけど、細かく話しないけど、例えば、素敵ですねって言ってくれたから、じゃあ、10年後も素敵ならデートしようね、100年後も素敵だったらデートしようね、結婚しようねって、もう来世じゃんって笑かしたりすることが、ハラスメントとか、セクハラって言われないように、過剰なサービスで、また来てね、ハートとかね、今日も素敵ですね、なんとかとかね、他人の人がリナちゃんが私の似顔絵描いた時、ハゲた似顔絵描いてね、
ハゲの似顔絵描いたりして、芸人はお金もらうけどね、あくまでね、客とね、店員でね、ノリもね、ノリで気分よかったらいいけどね、その後のフォローもあればいいけどね、ね、お金を払う側が似顔絵でハゲの似顔絵描かれたりしてね、例えばそれを注意したらね、ムッと来てこの人嫌って客になる可能性もあるから、そういうの全部証拠取ってるよ実は。前の店でもトラブルになったことあるので、ね、勘違いで ね今回もね、そういった流れだからね、はい、っていうような証拠とか全部あるんですよ。原田香音さんかなんかって、もしもなんか自分がね、お土産のお返し渡した時のためにされた件って言っては、ね、そのね、前の店長さんがお土産くれたから渡したんだよっていうね、お土産くれた証拠までね、数年前のまでから何か女性のセクハラと思われないために撮ってるんですよ私。それが今回来たとよ。で、話変わるけど、それで前店長さんからもね、夢タウンの全ての店から私が不審人物やけん要注意してくださいって言った警備員保安官の人をね、何年も前から知ってる私、その人、私が保安官を呼んでこの人がおかしいですよって何回も呼んでて顔なじみなの。それが女性とかなんとかに何時間も話しかけたり証券要注意ですよって、私がいろいろ保安官さんに何回も言ってから、この人言ってからね、逮捕じゃないけど捕まえたりしたことがあって、私が保安官に協力しようがないけど顔なじみなのね。それに、はい、夢タウンでスタバで、ね、過去にトラブルがあったこと聞きました、一回もないって今日もらったけどね返事。夢タウンって200回ぐらい行ってるとよ、そちらさんも100回ぐらい行くやろ。そうですね。で、夢タウンって200回行って一度もトラブルがないって。で、一昨日に騎士が夢タウンはできんと聞いたって、だけど録画させてもらってるよ。ん？ね、事実確認して違ったら詫び状書けよって言ってよ。はい、平山店長、過去の原田店長聞いてないけど、1年半前の平山店長1回も聞いたことない、他の方にもう一度連絡したらスタバでね、店長さんじゃないけど畑野さんはよくしてもらったけど、なんでそんなこと騎士に言われなきゃいけないのか、怒ってたよ。事実確認なしが大人舐めてると、噂話、世の中のテレビのことが本当と思う、誰かの噂が、証拠全部持ってるって、私冤罪で裁判してるってよ、今2年間冤罪で裁判中で、この間裁判が終わったばっかないけどね、それ女性に言われてね、女性だからってね、法律のものは平等なんよ、人権擁護だってからね、いきなり警察呼ばれて連れ出されたりしたらね、社会的信用を失って名誉毀損でね、ダウンタウンでも訴えてるのも同じようだと思うけど ね話し合いはできる人間なのにね、話し合いに応じないとかね、暴れた、 ね大声出した、非常識なことをしてないよ、私コーヒーも全部飲んだか覚えてなくて警察すでに呼ばれたとよ、店長失格やろ、なんですか事実確認なしでもう二度と来るな、スタバ主義じゃないやろ、国民主権やろ、人権ってあるとよ、いじめは許さないって法務局が守ってあるとよ、子供だろうが男だろうが女だろうがね、ね、事実確認してから裁判するというような民主主義の原則があるよ、疑わしきは罰せずやしね、疑いだけで何してくれようとって、社会的信用を落としようと、あなたたち二度と来るなって話やろ、警察に出入り禁止って言われなかったかって言われたやろ、警察が出入り禁止にするような法的根拠ないよ、何言ってるんですか、公務員がそんなことないよ、その世の中のルールも何もしなくてめちゃくちゃなんですけど、私法律の頭全部入ってるんですけど、逆に名誉毀損ないけど、で約束してね、録画させてもらっとるけん、顔と声と ね、はい、ね、夢タウンが出入り禁止じゃなかったらお詫び状かけようっつったら、はいって言っとるけんね、なるほどね、警察呼んだ理由ね、はい、ね、どういった理由ね、こんな対応する理由はっつったらね、かね、ね、夢タウン店で出入り禁止って俺は聞いたからと言えね、で今夢タウン店に行ってきたわけ、うん、で証拠の音声まで撮ったよ、なるほど、うん、保安官と店長平山で千代から連絡来たと、事実確認しますって昨日ことと連絡したけどね、う
え、なんで私の方が事実確認早いの？連絡来てますか？一から話しなきゃいけないですか？知りませんって言われてよ。わかる？はい。夢タウン店が、ね、夢タウン店がね、すでにお前は出入り禁止だろって言われたのね。俺はそう存じ上げとるぞと。夢タウン、じゃあすぐ確認してみろ。確認する前に警察呼んで二度と来るなって言ったね。人権侵害やろうがって。人権ってあるとよ。どこに行こうか。確認をせずに、出入り禁止を伝えてしまったからは。名誉毀損でしょ。侮辱の名誉毀損で損害賠償ものでしょ。正当な、私がそのコーヒー飲んでないんちゃけど、全部多分。ね。ちょっと質問いいって言って、ね。少々お待ちくださいで、なんで110番しとると。で、話し合ってなくて、事実確認しなくて、二度と来るなって何しとると、うん。社会的信用を失うやろ。それが噂話、事実確認もないで、警察に連れ突き出すとよ。何十人も見とるとよ。で、今日もはっきり言ってね。わざわざしなくてもいいことで夢タウンに行ったら違う客がね通報したけどね、私が夢タウンのね平山店長と喋ってる間違う人が通報したけどね。なるほど。それはまあ保安官で、ね、どうせ私が保安官呼ぼうかって言ったらいいですって言って、その保安官が来たから、ね、私は一石二鳥でね保安官呼ぼう。今日もね、要するにスタバの中で話さんでね、2階で話そうって言ったら、いやスタバの中でお願いします、そしたら通報されるかもしれないやんって言ったけどね、一応合わせてあげたんだけどね、え、案の定通報されたとよ。めちゃくちゃやろ。これが事実確認をあなたたちがするかしないか、要するに嘘つくかしないかね。世の中全部 嘘だらけの方がね、嘘を隠し通して戦争でも保守で起きるけどね、そういったもんになっとるからね。一方的な人、女子供守るのは当然だろうじゃないよ。法的根拠は男女もね、男女全部一緒よ。だからお互い事実確認しませんかって、全部証拠持っとるけで、事実確認しますって言ったら、なんで私のが早いの、バカにしとうと。すぐ事実確認するって電話切ったのに ね、私の方が早いの。前店長から電話来た、千代店から連絡来た、一切ないらしいよ、平山さんに。なんで私の方が早いの？こちらの店舗から確認をするという形じゃなくて、その上のものが確認をするという形でやってるので、上の、上と言ってもエリアマネージャーがなんか直接会ったが早いんですけど、はい、人生で時間なので、はい、ね、命って時間なんですよ、うん、一番大事な時間、うん、どんだけかけるのって話もあるし ね、うん、ね、プラス東京の本社もつながらないからね、夕方まで他店にかけたんよ、はいはい、そしたらエリアマネージャーかなんかに連絡、福岡の責任者呼んでたよ、うん、そしたら連絡来てたけど、その後に、まあ、よく赤坂で降りるやん、赤坂のスタバね、はい、言ったらね、お連絡がないけん折り返しかけたら着信拒否したとよ、うん、何ですかスタバさん、着信拒否されたとよ、お門が違うけどね、福岡の責任持って福岡の責任者に連絡させますって赤坂さんが言ってくれたけどね、ね、なかんで全然かかってこんかって折り返しかけたら着信拒否したけん、家族のね番号でかけたらね出やがってね、謝罪もないけど今と、何ですかその不誠実な対応、何人権ってあるっちゃけど、もう二度と来るな、連絡もするな、できんちゃけど、そんなこと名誉毀損ちゃけど、正当な理由がないのにね。で、私疑いだけでね、警察が動き、人が2人死んで火事致死で何十万か YouTube で再生されててね、今度警察訴えるんよ、ご存知ですか、はい、聞きました、それは存じてないです、聞いてない、はい、冤罪被害者